1986FIFA ワールドカップは、1986年5月31日から6月29日にかけてメキシコで開催された第13回目の FIFA ワールドカップである。アルゼンチンが決勝で西ドイツを3対2で下し、2回目の世界王者となった。出場選手は 1986FIFA ワールドカップ参加チームを参照。当初は、 コロンビアで開催される予定であったが、経済状態の悪化から1983年に、コロンビアの大会組織委員会が開催権を返上、メキシコが代わりに主催することになった。これにより、メキシコは1970年以来、16年ぶり2回目のワールドカップ開催地となった。その大大開催となったメキシコも前年の1985年に、 大地震に見舞われ一時は不安視されたが、大会は無事に開催された。大会の方式は1982年大会から変更された。前回と同じく24チームが大会に参加し、4チームごと6つのグループに分けられた。しかし、二次リーグは実施せず、16カ国によるトーナメント方式に変更された。各グループの1位と2位、それに3位のチームが、 勝ち点の多いリオンチーム、合計16チームが選ばれることとなった。この大会は、ディエゴ・マラドーナの大会として、人々に記憶されている。選手として絶頂期にあったマラドーナが、アルゼンチン代表のエースとして、チームを優勝に導いたからである。その中で最も有名な試合は、準々決勝のイングランド戦である。マラドーナは2点を決め、チームも2から1で勝利した。 一点目は、マラドーナが後日インタビューに、神の手と語る通り、ヘディングを狙いに行った、マラドーナの手に当たって、ゴールに入った点である。審判は、マラドーナのハンドを確認することができず、イングランド代表の抗議も実らず、得点は認められた。イングランドでは、この得点は逆に、悪魔の手と呼んでいる。二点目は、マラドーナが、センターライン付近からドリブルを始め、 ゴールキーパーのシルトンを含めて5人のイングランド選手をドリブルで抜いて決めた。イングランドはグループリーグ初戦のポルトガル戦を落とすなど危機的状況にあったがエースストライカーのゲイリー・リネカーが最終戦のポーランド戦で前半だけでハットトリックを達成するなど盛り返しベスト8に進出した。また、リネカーは6得点を挙げ大会得点王になった。 前回優勝のイタリアは攻撃陣では前回大会得点王パオロロッシに代わってアルトベッリが対等し4得点を挙げたが守備陣が毎試合出展とロさを露呈。グループリーグこそ一勝2分けで乗り切ったが決勝トーナメント1回戦で優勝候補のフランスに0-2と敗れた。一方でモロッコがアフリカ勢初のグループリーグ突破を果たした。 モロッコが入ったグループ F は、サッカーの母国、イングランド、前回大会3位でこの大会のシード国の一つとなったポーランド、2年前の UEFA、欧州選手権、ベスト4のポルトガルと欧州の競合が揃い前、評判では不利だったが、ポーランド、イングランドとの対戦を、スコアレスドローで乗り切ると、3戦目のポルトガル戦は3、の1と勝利して、グループリーグを1位で突破した。 決勝トーナメントでは、西ドイツと対戦、経験不足を突かれて、後半終了間際に、マテウスに FK で先制点を決められ、0から1で敗れた。また、準々決勝のフランス対ブラジル戦は、事実上の決勝戦とも言われた黄金カードであった。ブラジルが、エースストライカー彼かのゴールで、前半16分に先制すると、フランスは、前半40分に、プラティニが、 同点ゴールを決めた。後半に、イリブラジルはジーコを投入、彼の放ったスルーパスが相手の反則を誘い、PK を獲得した。キッカーはジーコが務めたが、ゴール右隅を狙ったシュートはゴールキーパーバツに阻まれた。試合は延長でも決着がつかず、PK 戦に突入し、プラキニが外したものの、フランスが勝利を収めた。 フランスは準決勝の西ドイツ戦では制裁を欠き、0から2で敗れた。フランスは3位決定戦では、プラティニ、ジレスラを外して、若手中心のメンバーを組み、プラティニの後継者と目された、パパンのゴールや、時代のキャプテンとなるアモロの活躍もあり、3位の座を確保した。西ドイツは2大会連続準優勝に終わったが、前回大会とは違い全評判は低かった。 しかし、決勝トーナメント1回戦モロッコ戦の後半、終了間際のマテウスの FK からのロングシュートや、準々決勝でホームのメキシコ相手に PK 戦までの熱戦、決勝戦のアルゼンチン戦での2点リードされた状況から同点に追いつく、粘り強い試合運びは、お家芸のゲルマン魂を発揮したものだった。大会の MVP に贈られる。 アディダスゴールデンボール賞にはマラドーナが選ばれた。コーチという環境に加え、全試合でゲーム開催となったため、体力面の消耗が激しい大会でもあった。ダークホースとして警戒されていた、ソ連、デンマークは、グループリーグから持ち前の攻撃力を発揮して、フランス、西ドイツの競合を抑えて1位で突破し、順当に勝ち上がれば準々決勝での対戦が見込まれていた。 しかし両国とも決勝トーナメント1回戦で敗退。ソ連はベルギーに対し二度のリードを守りきれずに延長戦に持ち込まれて敗退。デンマークはスペイン相手に先制しながらも、その後ブトラゲーニョに4得点を挙げられるなどの失点を喫するなど、体力面の消耗が致命的となった。UEFA 欧州選手権1984、ベスト4のポルトガルは、 グループリーグ初戦のイングランド戦と第2戦のポーランド戦の間に選手が練習をボイコットする騒動を起こした結果第3戦でモロッコに敗れ大会を去ったカナダとイラクがワールドカップ初出場を遂げたが両者とも3連敗で敗退したすべて現地時刻グループ A チーム 1V チーム2チーム 1V チーム2チーム 1V チーム2 チーム一 v チーム二、チーム一 v チーム二、チーム一 v チーム二、グループ B、チーム一 v チーム二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 、チーム一 v チームに、チーム1部、チームに、グループ C、チーム一 v チーム二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 。 チーム一部いチーム二グループ D チーム1部いチームにチーム1部いチーム二、チーム一部いチーム二、チーム一部いチーム二、チーム一部いチームにグループ E チーム1部いチームにチーム一部いチーム二、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 チーム一部いチーム二グループ F チーム1 v チーム2、チーム1 v チーム二、チーム1 v チーム2、チーム1部チーム2、チーム1部チーム二、チーム1部チーム二、チーム1部チーム1回戦、チーム1 v チーム2、チーム1部位、チーム2、チーム1部チーム2、チームチーム二、チーム1部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 チーム二チーム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  チーム1 v チームに準決勝、チーム1 v チーム2、チーム1 v チーム2、チーム1 v チーム2、チーム1部、チーム2準決勝、チーム1 v チーム2、チーム1 v チーム2、三位決定戦、チーム1 v チーム2決勝、チーム1 v チーム2。ありがとうございます。